ああ、めんどくさい。もう何もしたくないな。って日ありますよね。マッサージでもなく、ストレッチでもなく、つまむだけ。これなら頑張れますよね。え、つまむだけでいいの？って思うかもしれませんが、筋肉の外側にある筋膜をリリースできるので、柔軟性が上がって代謝が良くなって、痩せやすい体作りができます。まずは右足だけ立てて、両手で右足を挟みます。こんな感じで脂肪を揺らします。膝のあたりから太ももまでできる限りこうブルブルブルって揺らしましょう。こう痛みない範囲で大丈夫です。こう洋服の上からでもね、全然問題ありません。よし、 OK。 そしたら次、右足を前に伸ばします。膝のあたりを両手でこうやってつまんでいきます。膝上の肉、自分がね、気になるところを痛気持ちいいぐらいでつまんでいきましょう。こう結構ね、あざになりやすい方、特に女性は多いので、本当にね、軽く痛気持ちいいぐらいで大丈夫です。これ筋肉の外についてる筋膜っていうものを緩めてるんですけど、皆さん筋膜って聞いたことありますか？よし、 OK。 次はですね、前もも全体つまんでいきます。前ももをこんな感じでつまんでいきましょう。これもね、自分で気になるところをつまみましょう。付け根の方気になる人は付け根の方、真ん中ら辺の人は真ん中ら辺、膝に近い方が気になるところ人は膝あたりで OK です。筋膜はソーセージとかウインナーの外側にパリパリの皮がついてるじゃないですか。あんなイメージなんです。外側についてる皮が硬いと中の肉が伸びないのって、なんとなくイメージ湧きますかね。なので今日は筋膜だけを緩めるっていう動画を作ってみました。 OK。 次、そのまま外ももやっていきます。これもね、自分が気になるところでいいです。この大天使とかお尻に近い方気になる人はその辺をこうやってつまんでいいです。もちろん洋服の上からでも全然大丈夫です。本当にね、痛気持ちいいぐらいでつまみましょう。でもしね、明日大事なデートとかがあって、こうスカートとか履くからどうしてもあざになりたくないって方は、もしかしたら無理にね、今日じゃなくて別の日にやった方がいいかもしれないです。ただ軽くやれば基本的にあざにならないので安心してください。 OK。 次は内ももやっていきます。こんな感じでつまんでいきましょう。この内ももの上の方ですね、膝から真ん中ら辺までつまんでいきましょう。もう基本的にどこつまむのが正解かって言ったら、自分が気になるとこです。自分が気になるところをつまむのが正解だと思います。こうやって膝曲げてもいいですし、楽な体勢ね、自分で探してみましょう。よし、OK。次、内もも、付け根の方やっていきましょう。付け根をこんな感じで揉んでいきましょう。これも自分の気になるところやっていきましょう。で、あんまりね、こう肩、力入れすぎないように意識をしましょう。で、この付け根の筋膜リリース終わった後、ちょっと左右の足を動かし比べてもらうんですが、もうこの時点でね、右足が軽くなって動きやすくなってるのがわかるんです。だから本当にね、こうやってテレビ見ながらつまんでるだけでマジで効果あるんですよ。よし、 OK。 そしたらですね、ちょっとチェックです。両足こんな感じで伸ばして、こうやって内外に動かし比べると、僕はもうね、右足だけめちゃめちゃ動きやすいのがわかります。こうやって上げ比べてもいいんですが、右足が軽いことを皆さん分かりますか？こうやって動かしたりしてみましょう。次は膝下やっていきます。一緒に頑張りましょう。じゃあ右足こうやって立てておいて、すねの外側をつまんでいきます。こんな感じです。すねの外側です。この弁慶の骨の外側ですね。あくまで痛気持ちいいぐらいでつまんでいきましょう。呼吸は止めないようにして、肩はね、絶対こうやって力入れすぎないようにしましょう。これね、僕が働いてストレッチ専門店で、こうやって筋膜をちょっと緩めただけで、上半身ね、首が回ったりとかっていうのを僕がやったりします。 OK。 次はね、すねの内側いきますよ。すねの骨の内側こうやってつまんでいきましょう。
痛気持ちいいぐらいでいいです。多分ね、外側よりもね、こっちのがつまみづらいんじゃないかなと思います。で、あ、つかめないなってとこ見つけたら、ちょっと重点的にね、こう癒着しちゃってるのでやってあげましょう。両手でも片手でもテレビ見ながらでも OK です。お風呂の中でやってもいいと思います。呼吸はね、止めないように意識を続けましょう。 OK、 次そしたらですね、ふくらはぎ全体やっていきます。これもまあ自分の気になるところをね、つまめばいいと思います。僕はね、この上の方よりも下の方のが硬いので、この辺だとすごいね、つまみづらいので、ここを重点的にやります。逆にね、膝に近いところの方が硬い、気になる方はそこやってもいいです。自分がね、気になるところやっていきましょう。で、ちょっとね、一種目30秒で短いなーって方は、再生速度を遅くしたりすると、もっとゆっくりできるので、やり方をね、再生速度の変え方概要欄に貼っておくので、ぜひ活用してみてください。 OK、 次は足の裏です。右足の裏を、これはね、つまむってよりも僕は押す感じでいいと思います。親指使ってこうやって押すイメージですね。僕は土踏まずのあたりが結構硬い、疲れてるので、そこを重点的に行いますが、この親指の下のあたりとかね、自分が硬いなってとこを重点的に行いましょう。結構女性はこうヒールとかで前重心なので、この母子球とかね、この指の付け根あたり硬い方多いです。部分はね、お任せします。そこまで深く考えなくて良いと思います。 OK、 じゃあ次は、左足を立てます。両手で左の太ももを挟んで揺らしていきましょう。まずこうやってウォーミングアップですね。これぜひね、終わった後ね、立って歩いてみたりして足の軽さ実感してみてほしいんですね。本当にね、これだけでめちゃめちゃ軽くなるので、ぜひ終わったらね、面倒かもしれないんですけど、ちょっと一回だけ立って歩いてみたりしていただけると嬉しいです。 OK、 次、じゃあ膝伸ばして膝上の肉両手でつまんでいきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。本当に痛気持ちいいぐらいでいいと思います。肩ね、力入れすぎないことと、呼吸は止めない意識を続けましょう。あとね、これ多分聞かれると思って動画の中で答えようと思ったんですが、マッサージと筋膜リリース、どっちがいいのとか、どの順番でやったらいいのって疑問あると思うんですよ。じゃあ次ちょっと前ももやっていきますね。やりながら解説していきます。前ももつまんでいきましょう。僕がもし提案させてもらえるんであれば、筋膜リリース、この動画で筋膜を緩めてから、いつもおすすめしているこのマッサージの動画で、筋肉を緩める、それからストレッチの動画やると良いんじゃないかなと思います。またね、あともう一個来そうな質問は、筋膜リリースとマッサージ両方はできません、どっちだ、やるとしたらどっちがいいですかっていう質問も来そうなので、ちょっとお答えしますね。 OK、 次、外ももやっていきます。外ももですね、外もも気になるところ、こんな感じでつまんでいきましょう。ちょっと見づらいですかね。外ももです。自分が気になるところ、大天使お尻の方気になる方はその辺つまんでもいいですし、膝のあたり気になる方は膝あたりでも OK です。肩は力入れすぎないで呼吸止めないように行いましょう。OK、 次、内ももですね、上半分やっていきます。こんな感じでつまんでいきましょう。そうで、マッサージと筋膜リリース、どっちか一つだけやるとしたら、これすごい難しいんですが、まず目的によります。ダイエットっていう意味で言うんだったら、僕はマッサージの動画の方が、良いかなと思うんですが、そうだな、動きを良くするとか、柔軟性アップって意味ではこの筋膜リリースの方がいいかな。ただこれどっちもいいので、どっちか選べっていうのは結構難しいです、正直。 OK、じゃあ次、内もも付け根やっていきましょう。こんな感じでつまんでいきましょう、自分が気になるところを。なので僕一番おすすめなのは、ご自身でどっちかだけやってみて、それでこう感覚とか、まあ実験じゃないですけど試していただくっていうのが一番いいと思いますね。
マッサージの方が、やりやすいって方もいますし、この筋膜リリースの方が楽ちんでいいって人もいるので、なんかこの効果だけじゃなくて、この自分の気持ち的にね、やってて気持ちいいかどうかとかも関係すると思うので、ぜひ試していただければと思います。 OK、 次すねの外側ですね。膝立てて左のすねの外側、こんな感じでつまんでいきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。あとはこうどれぐらいストレッチやったら痩せますかって言われるんですけど、多分早く痩せたいっていう意味で質問してくださると思うんですね。もちろん概要欄に貼ってる教科書でも解説をしてるんですが、僕個人の考えを一応この動画ではねお伝えしていこうと思います。よし、 OK。 次ふくらはぎの、ごめんなさい、すねの内側いきます。こんな感じで、もう本当に最短で効果出したい、1週間で効果出したいとしたら、もう食事制限と、あと筋トレストレッチ有酸素、あと水分たくさん取るとかを1週間超根詰めてやれば1週間で結果は出ると思うんですけど、まあ間違いなくリバウンドするので、なんか例えば1週間後結婚式ですとか、1週間後大事な合コンなんですってなったら、まあ、やってもいいですけど、根本的に何も解決してないですし、本当その場しのぎなんで、あんまりおすすめはしないけど、1週間でそういう風にやる手もあるっていう感じですかね。オッケー。次、ふくらはぎつまんでいきます。皆さん大丈夫ですか？ついてきてますかね？もしペース早すぎたら途中からでも再生速度を遅くしてみてください。また気持ちいいぐらいでつまむ。そうって感じで、なんかこういう質問とかあればどんどんコメント欄書いていただければと思います。でノートもね、ちょっとずつ教科書書き足そうと思ってるので、気になることあればね、どんどんこうリクエストいただければと思っています。痛気持ちいいぐらいで、こう硬いところをね、見つけたらそこを重点的にやりましょう。次、足裏やっていきます。こんな感じで、触って、揉むっていうよりも押すですね、足裏だけは。ちょっとつまむの難しいので。で、一応理想はこの動画の後にマッサージ、いつものこのマッサージ動画やって、それからストレッチやるといいので、概要欄にね、この後やるとおすすめな流れを一連で貼っておきますので、もし時間ある方はぜひ続けてやってみいただければと思います。で、DM とかでね、痩せましたっていう報告、数字もそうだし、写真もそうだし、いただけるとすごい嬉しいです。よし、OK。お疲れ様でした。この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。これからも僕と一緒に頑張りましょう。